13世岸田文雄総理が訪問先の三重県お伊勢の記者会見で異次元の少子化対策に挑戦するとのたまった芝木隊ヘライジャ。はい、その異次元とは別に分かっているだけで、1、児童手当など経済支援強化。2、子育て家庭への支援。3、女性の働き方改革の推進。と、まあ、いつものばらまき企画。芝木隊。それに加えて、さらに、異次元の少子化対策を、大胆に。あ、大胆に。検討。検討会検討会この機種だ。もとい、岸田総理ね、検討しますって言いまくりすぎて、検討しって言われてまーす。なんと、記者会見での検討使用回数、158回だそうな、しばきたいで、私だけじゃなく、大炎上。ネット民どもは、防衛増税は後回しにできないと言っておいて、少子化を後回しにして、財源も決まっていない状況で放置しておいて、本気だと言っても誰が信用するというのか。とまあ、こんなコメントが数万件。そんで少子化対策に成功している明石市長は、かねてから子供予算のグローバルスタンダード化を訴え続けている立場からすると、異次元ではなく普通でいいので、すぐに予算倍増を実行していただきたいとの思い、と発言しており、まあその普通の少子化対策ってのに成功している、オフランスの制度をこの岸田三世は、パクったらいいだけなのにね。ちなみにそのフランスは、産めば産むほど有利なシステムで、所得制限なしで第二子以上の家庭に、二十歳になるまで家族であって、ただし第一子の家庭には支給されない。ひどいちょ。そんで特に三人以上の子供を育てている世帯に対して、大幅な所得税減税。さらに子供三人を養育すると、年金が 10% 加算。父親の出産給与、母と同様、有給扱いで、賃金の 80% が保証。高校までの学費は、原則無料。などなどまだあるけど、ハンガリーはもっとすごくて、三人以上産んだ家庭には、3万ユーロ、約420万円、新築不動産の購入費用支給。で、いろいろあるんだけど、大卒以上の高学歴女性の学生ローン返済免除ってのがあって、学生ローンの返済が、第二子の出産後は、残額の5割を減免。第三子出産後は、なんと残額全額免除。そら思わ。はい、これで日本の高学歴女性も高卒ヤンキー並みに繁殖率高まるので安泰ですな。まああんまり夢を増やせよとか言ったら、まあ私昭和かってアップデートできてないとか言われそうだけど、普通にフランスとかハンガリーの成功例を真似したらいいだけなのに、わざわざ異次元って言葉使うのって、もしかして、あ、もしかすると海外の移民を異次元から連れてくるのか。あながち嘘ではなさそう。あと、まあ面白い話として、1965年、1977年、北アメリカ大停電があって、この停電の後、ニューヨークの出生率が大幅に上昇したと仮説が立てられてて、まあそれだけじゃなく、ハリケーンとか同時多発テロとか、戦争とか災害時の時も出生率上がってベビーブームになるとか、まあ娯楽が増えすぎたって高須委員長言ってるけど、やることなければ出生率上がるとか言うけど、このコロナ禍では全く増えてないらしい。むしろ人口減りまくりですわ。問題は、人間に、各々に危機的状況を考える時間が必要なのよ。わかる？偏差値49の我思うに、日本人の生涯年収って約3億円と言われてて、そして生涯の納税額は所得税1300万円、住民税もろもろ合わせて約3000万円と言われております。ざくっとね。だから人間は最低でも生涯2億円を稼ぎだし、使っている感じでオケボイ。だからそれを生み出し消費する人間は一人2億円の価値があると思う。いや、社会貢献レベルなら、もっとあると思うけどね。だから単純に考えても、政府がこのハンガリーのように、所得税ゼロにしても全然お得。バンバン産みたくなる。それをなんでできないのか、不思議すぎる。本当にこの国は、赤だの、アメコーだの、宗教につながってるお隣の国などに支配されてるように思うよね。でもやっぱりこの岸田という男は、信用ならないな。早くやめてくれ。てかたー。はい、みんなの少子化対策コメントに書いてください。私は心を大事にしますが、お前ら愚民どもは、お国が全員に、生計手当出した方が、出生率上がりそうだけどな。てかたー。